お待ちいたしました。本日の大井川鉄道井川線南アルプスアップラインをご利用いただきまして誠にありがとうございます。当列車は普通列車井川行きです。列車はこの先川根両国、佐浜、田本、川根小山、奥泉の順に終点の千津まで各駅に停車してまいります。列車はこの先途中の奥泉駅に10時49分、長島ダム11時10分、奥大井湖上11時24分、鉄砂橋温泉11時30分、観光11時48分、終点の井川には12時7分の到着予定となっております。列車は途中、長島ダム駅と観光駅にて、反対側天津駅列車との待ち合わせ交換を行います。反対側の天津駅列車ご利用のお客様いらっしゃいましたら、車窓の方までお申し出ください。お客様にお願いでつかないは全て禁煙です。ご協力をお願いいたします。また、列車の窓や扉は全て手動式です。窓を開けての写真撮影や駅に到着の際に扉を開けることができますので、ご活用ください。扉を走行中に開けるのは大変危険ですので、扉は列車が完全に停止してから、ドアのフックのフックを上げている扉をお開けください。また、本日、風が大変強くなっておりますので、窓を開けられた際には、窓から入ってくる強い風により、帽子やマスク、上着などお出回りが飛ばされないよう、しっかりとお出回りの管理をお願いいたします。鉄道の中央部にあるハンドルや赤いレバーは列車のブレーキパーツです。緑色の放送パーツともに音を触れないようにお願いいたします。写真撮影の際は運転手に向けての札所撮影はご遠慮ください。運転グラフの玉だけとなってしまいます。携帯電話は他のお客様のご迷惑にならないようにご利用ください。次は、川根両国、川根両国です。両国の吊り橋はご利用のお客様、最寄り駅となっております。最初の駅、川根両国駅に到着です。お出口は進行方向向かいまして左側です。扉は列車が完全に停止してからドアの下のフックを開けている扉を開けください。川根両国に到着です。また本日一番後ろの車両はこの川根両国駅のホームよりはみ出てしまいますが、降りることができますので足元に十分お気をつけの上お降りください。川根両国に到着です。次は、川間です。列車は進行方向の右側を流れる大井川に沿って終点の井川を目指します。列車の進行方向右側上の方には両国の吊り橋がご覧いただけます。この吊り橋は長さが141メートルの吊り橋です。橋や道路が整備されている昨今でもなお、現役で利用されている吊り橋となっております。列車はこれから山間部や小さなトンネルを走行してまいります。落石や倒木などによりやむを得ず急停車をする恐れがありますので、なるべくお席にお座りいただきますようお願いいたします。
お席のご移動や窓の開閉などでお席をお出しの場合には十分にお気をつけください。また小さなお子様を連れのご家族様、お子様から目を離されないようお願いいたします。また現在この伊香保線の沿線の山の木々は綺麗な紅葉となっております。そのため窓を開けて写真撮影を行われるかと思いますが、窓は開いていますと窓枠との間に隙間できる作業がございます。乗車券やスマートフォンなど薄いものを近くに置き落とされてしまいますとほぼ取れなくなってしまいますのでご注意ください。窓枠と窓との間に隙間できる作業には注意書きのシールが貼られておりますので、お近くにお座りのお客様は十分にお気をつけください。また窓を開けている際に窓から手や顔を出していたりお体を乗り出されていますと近くまで伸びている木の枝や葉っぱなどに当たり大変危険ですので、走行中には窓から手や顔を出したりお体を乗り出されることのないようにお願いいたします。ただいまの期間より車内検察を開始いたします。車掌がお客様のご乗車の車両に乗りますから乗車券をご準備してお待ちください。サーマに到着です。お出口は進行方向を向かいまして左側です。扉は列車が完全に停止してからドアノブ下のフックを開けている扉をお開けください。サーマに到着です。次は土本です。先頭車両から列車の進行方向右側には土本谷が見えてまいります。この辺りで作られる音は川根という品種で全国に出荷されております。宇治では茅本と並び日本三大名所の一つとして知られております。
列車は現在右側を流れる大井川に流れ込む支流の一つ又川に軽鉄橋を渡っております。進行方向の右側前方から大井川、左側前方から又川、左側後方から横沢が流れて合流していることから、ここは津の川の合流地点川崎橋と呼ばれております。いただきました。まもなく田元に到着です。お出口は左側です。次は小根小山です。ただいま停車いたしました野本駅の周りには民家4軒しかございません。平成3年に列車の左側の道路が整備されるまではこの今川線が唯一の交通手段でした。こちらの道路が整備拡張されるまでは通勤や通学の足として車の必需品や新聞輸送の手段としてこの今川線が利用されておりました。
川猫山に到着です。お出口は進行方向向かいまして左側です。扉を列車が完全に停止してからドアノブから復旧を上げている扉を開けなさい。川猫山に到着です。お出口は進行方向向かいまして左側です。次は奥泉です。次の奥泉駅からは団体のお客様のご乗車が団体のお客様がご乗車されます。なるべくグループでご利用のお客様はグループでお固まりになってお席をご利用ください。また座席の上にお荷物をされているお客様いらっしゃいましたらお膝の上などに置かれるのを打って一人でも多くのお客様がお席をご利用いただけますようご協力をお願いいたします。
お丁寧に到着です。窓口は進行方向を向かいまして左側です。この通じ口からはたくさんのお客様がご乗車されます。そのため、グループでご利用のお客様はグループでお固まりになってお席をご利用ください。また、空いているお席にお荷物を置いているお客様、お荷物は膝の上に置かれるなどして、一人でも多くのお客様がお席をご利用いただけますようご協力をお願いいたします。奥泉に到着です。お出口は進行方向を向かいまして左側です。ご乗車いただきましてありがとうございます。当列車は三河駅列車です。次は、アブト一城、アブト一城です。列車はこの先、アブト一城、長島ダム、ヒランダ、オキオイコ城、グッド峡温泉の順に終点の井川まで各駅に停車してまいります。次のトンネルを抜けますと、列車の進行方向右側上の方には、大井川に架かる赤い圧橋、泉大橋がご覧いただけます。列車の進行方向右側上の方には大井川に架かる赤い圧橋泉大橋がご覧いただけます。この橋は川底の高さが約 70m の県道で、この井川線と同じく長島ダムや瀬戸郷温泉関東方面へと道が伸びております。お帰りの車やバスなどでこの橋を通られますと、林の中を走る列車や線路をご覧いただくことができます。
ご覧いただきました。1.5km の区間は日本で唯一のアプト式区間となっております。アプト式とは線路の中央に歯型のラップレールを敷き、次のアプト1白い2で連結を行うアプト式専用電気機関車の歯車と組み合わせ、急勾配を上り下りする方式です。海外ではスイスなどで採用されていますが、現在日本で採用されているのはここ三河線のみとなっております。次のアプト1白駅ではアプト式専用電気機関車の連結作業を行います。連結の瞬間をご覧いただくことができますので、ご覧になりたいお客様は列車の一番後ろまでお待ちください。列車はこれから大井川に引っ張る鉄橋を取ってまいります。橋の下には大井川の自然の流れや自然にできた渓谷がご覧いただけます。またこの辺りの山の木にも綺麗な紅葉がご覧いただけます。トンネルを抜けますと列車の車窓に広がる景色はこの大井川の自然の流れからダムのダム湖へと変わってまいります。アプト1白駅に到着いたします。この駅ではお手洗いや自動販売機がご利用いただけます。トンネルを抜けますと列車の進行方向左側には列車の一番下に連結をするアプト式専用電気機関車がご覧いただけます。
部と一キロに到着です。お出口は進行方向向かいまして左側です。この駅では部と式専用電気機関車の連結作業のため約4分ほど停車いたします。11時2分と発車予定となっております。アブト1章に到着です。お出口は進行方向向かいまして左側です。また本日、柏餅の販売も行われておりますので、よろしければぜひご購入ください。また、連結作業の見学から戻られる際には、一番後ろの客車は団体専用の客車となっておりますので、ご注意ください。
そうやな、ほんまや。ほんまや。ほんまや。そりゃそうやわな。なかったら。お待たせしました。次は長島ダム、長島ダムです。次の長島ダム駅では反対側千頭駅列車との待ち合わせ交換を行います。次の長島ダム駅より反対側の千頭駅列車ご利用のお客様いらっしゃいましたら通路の入れ方作業完了後通路の方をお渡りください。また列車はこれから急勾配を登ってまいります。この急勾配は90パーミル、または1000分の90と表され、1000メートルの水平距離を使って、90メートルの高低差を上り下りする勾配となっております。この区間ではディーゼル機関車の動力は使用せず、先ほど連結したアプト式専用電気機関車の動力のみで坂を登ってまいります。先頭車両におります運転席はディーゼル機関車、アプト式機関車ともに運転できるようになっております。トンネルを抜けまして、先ほどまで列車のすぐ近くにあったダム川を見下ろすように、列車は坂を登ってまいります。トンネルを一つ抜けただけで、これほどまでの坂道を登ってまいりました。またお客様にお願いです。次の長島ダム駅では、列車の切り離し作業終了後、待ち合わせ、千頭駅列車と待ち合わせ交換を行った後、すぐの発車となります。次の長島ダム駅では、反対側列車を乗り換えのお客様以外は通路を渡らないようにお願いいたします。昨日通路を渡られまして置き去りになったお客様もいらっしゃいますので、なるべく長島ダムから千頭駅列車ご利用のお客様以外は通路を渡らないようにお願いいたします。進行方向右側下の方にはアブトイチシロキャンプ場がご覧いただけます。キャンプ場の階段を登った先の白い手すりのあるところがホッチナイパーセンのポーといったところです。キャンプ場の右奥の森の中にはトンネルがあり、中を懐中電灯で照らしながら歩くミステリートンネルハイクのコースとして利用されております。ミステリートンネルハイクで使用する懐中電灯は長島ダムや長島ダムふれあい館やアブトイチシロ駅にて貸し出しを行っておりましたが、現在では休止となっております。列車の進行方向右側には長島ダムがご覧いただけます。
このダムは高さが109メートル、幅が308メートルの大きなダムです。コンクリート住宅式のダムとなっております。このアプト指揮官はこちらの長島ダムの検出に伴い、これまでの井川線の線路がこのダムのダム湖の底に沈んでしまうことになってしまったことから、この長島ダムのダム湖を迂回する形で新しい線路を作り誕生した路線となっております。このアプト指揮官は平成2年10月2日より使用を開始しております。列車は急勾配を登り切りました。列車の進行方向は右側前方の建物のあたりで、線路の中央に敷かれた博多のラックレールが終わり、アプト指揮機関が終了いたします。まもなく長島ダムに到着です。窓口は進行方向向かいまして左側です。この駅ではアプト式専用電気機関車の切り離し作業及び反対側、仙津駅列車との待ち合わせ、交換のため約4分ほど停車いたします。11時14分の発車予定となっております。長島ダムに到着です。お出口は進行方向を向かいまして左側です。お降りのお客様、車内にお忘れ物や落とし物をなさいませんようにご注意ください。お出口は進行方向を向かいまして左側です。
そう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 あれに乗るかな。お待たせしました。ご乗車いただきましてありがとうございます。当列車は河合駅列車です。次は、ひらんだです。昔の駅、川根から沢駅や腕前駅、線路は湖の底に沈んでしまっています。次の平田駅の前にあります大きな広場は、
木曜日接続を家庭教授場として利用され、静岡本部隊の会場にも選ばれました。現在では地元の高校生の部活動や家庭競技などを行うお客様によってご利用されております。平谷に到着です。お出口は進行方向を向かいまして左側です。お待ちいたしました。ご乗車いただきましてありがとうございます。当列車は井川行き列車です。トンネルに入りましたら進行方向の右側トンネルの壁面にご注目ください。20枚の写真を使用したイカワ線ギャラリーがございます。ゆっくり走りますのでぜひご覧ください。川線ギャラリーをご覧いただきました。次は奥大井湖場、奥大井湖場です。お降りのお客様ご準備をお願いいたします。また団体でご利用の皆様も次の奥大井湖場になるお降りとなりますのでお間違いのないようにお願いいたします。次の奥大井湖場駅にて降りられる皆様は車内にお忘れ物や落とし物をなさいませんようにご注意ください。また引き続き当列車をご利用のお客様、車内にてお待ちください。奥大井湖場駅での停車時間は短くなっておりますので降りられるお客様が皆様降りられたことを確認したらすぐの発車となります。
列車はこれから進行方向の右側前方に見えてくる赤い橋、奥大井レインボーブリッジを渡ってまいります。この橋は奥大井小沢駅を挟んで2つかけられ、2つの橋合わせた長さは474m となっております。橋を渡り始めますと、列車の進行方向左側下の方にはかつての井川線の線路、トンネル、鉄橋跡がご覧いただけます。また本日、奥大井小沢駅周辺は大変風が強くなっております。そのため帽子やマスク、上着などお手回り品が飛ばされないようご注意ください。まもなく奥大井湖上、奥大井湖上に到着です。お出口は進行方向向かいまして右側です。扉は列車が完全に停止してからドアノブ下のフックを開けてる扉をお開けください。周りのお客様、車内にお忘れ物や落とし物をなさいませんようにご注意ください。降りられる際には頭の上や足元には気をつけください。足元には高い段差があり、乗降用の扉は小さくできております。また団体でご利用の皆様もこちらの奥大井湖上駅での降りとなりますので、お間違いのないようにお願いいたします。奥大井湖上に到着です。お出口は進行方向向かいまして右側です。
車いただきましてありがとうございます。当列車は伊沢行き列車です。次は鉄砂郷本線、鉄砂郷本線です。鉄砂郷本線に到着です。窓口は進行方向向かいまして右側です。扉は列車が完全に停止してからドアノブ下のフックを上げ手で扉を開けください。鉄砂郷本線に到着です。窓口は進行方向向かいまして右側です。お降りのお客様は車内にお忘れ物や落とし物をなさいませんようにご注意ください。景色が変わらないんだけど。
次は大森。お待ちいたしました。ご乗車いただきましてありがとうございます。当列車は三河駅列車です。次は大森、大森です。列車はこの先、大森、関東、終点三河の順に停車してまいります。大森駅の周りには民家は一軒もなく、他につながる道もございません。大
井川流域は林業の盛んなところで、大正時代には林から切り出した木材を大井川の川の流れを利用し、いかだの手作りの町まで輸送しておりました。昭和に入り、大井川南が建設されてからは、この井川線を使う鉄道輸送へと切り替わってまいりましたが、道路の整備やトラックの普及により、この井川線での鉄道輸送も利用されなくなっていきました。大森駅は最大で500人が利用をしていましたが、現在では誰一人として利用することのない日本有数の市長駅の一つとして数えられております。大森に到着です。お出口は進行方向を向かいまして右側です。扉は列車が完全に停止してからドアの下のフックを上げ、手の扉をお開けください。失礼しました。次は関東です。次の関東駅では反対側千住駅列車との待ち合わせ交換及び千住駅関東線バスへ連絡を行います。関東線バスは次の関東駅を11時50分に発車しまして、終点の千住には12時20分に到着するバスがご利用いただけます。バスは周遊切符でご利用いただけますが、井川線普通乗車券ではご利用いただけませんのでご注意ください。また途中駅からのご乗車で乗車券をお持ちのお客様いらっしゃいましたら、車掌の方まで申してください。また列車はこの時トンネルを3つ抜けますと、鉄道営業路線日本一の高さを誇る時の様で今日を取ってまいります。
ではこれから先のサー鉄橋を渡ってまいります。この鉄橋は現在営業を行っている鉄道路線の中で日本一の高さを誇る 70.8m、 橋の下には大井川の支流関の沢と深い渓谷がご覧いただけます。窓を開けて下を覗き込まれますとその高さをご実感いただけます。景色をご覧になる際は帽子や眼鏡、カメラなどを落とされないようにご注意ください。戻されてしまいますと二度とお客様のお手元に戻ってくることはありませんので十分にお気をつけください。列車は関の沢鉄橋を境に大人町灰原郡川の本島から伝統スライドである静岡市葵区東海へ参りました。進行方向向かいまして左側です。この観光駅では県津行きの観光高校生の連絡を呼び反対側県津行きの車との待ち合わせ交換を行います。観光に到着です。県津行き列車や観光線バスご利用のお客様はこの観光駅にてお乗り換えください。お出口は進行方向向かいまして左側です。観光に到着です。お出口は左側です。
ありがとうございます。ご乗車ありがとうございます。次は終点三河です。列車はこれから約20カ所のトンネルを抜けてまいります。終点以降に到着後のご案内をさせていただきます。終点以降には8時15分ほどで到着いたします。以降に到着しますと客車整備で車線検討を行いますので、折り返しの列車をご利用のお客様もお手数ですのお手荷物をお持ちになり、改札を抜け待合室にてお待ちください。改札では乗車券はお取り様一枚ずつお待ちください。折り返しの免税列車の発車時刻は12時34分となっております。12時34分に以降は出発しますと終点の天図には14時22分の到着予定となっております。また当列車の折り返しは次の関東駅に12時52分に到着し、関東駅13時ちょうど発の天図駅関東線バスへ連絡を行います。
にトンネルを進んできました列車の進行方向右側下の方には中部電力奥泉の見ご覧いただけます。列車の進行方向右側下の方には中部電力奥泉ダムがご覧いただけます。これらに高さが約45メートルのダムで梅雨の時期は大変な時になりますと迫力のある放水をご覧いただくことができます。このダムで貯水された水は銀色の導水管を通り下流の水力発電所へと送られております。またこの奥泉ダムは河川維持などの目的で常に放水を行っているため、このダムのすぐ脇に作られた発電所でもわずかながらに発電が行われております。大井川水系にダムは30箇所、中部電力の水力発電所は全部で14箇所ございます。奥泉ダムをご覧いただきました。
歩道を抜けまして、列車の進行方向右側にます。名古屋中部電力伊川と沼ご覧いただけます。このラムは高さが約100メートル、幅が243メートルの大きなラムです。中の一部が空洞となっている中空重力式のラムです。この伊川線はこちらの伊川ラムのケースを爆撃として作られました。伊川駅の先にある道内の駅は貨物専用駅として扱われ、貨物列車が停車しておりました。現在では廃線後に進み、自由に散策をすることができます。ダムの展示館の方におりますので、お時間ありましたら歩いてみてください。長らくのご乗車ありがとうございました。まもなく終点の伊川に到着です。お出口は進行方向を向かいまして、右側です。扉の列車が完全に停止してからドアの下のフックを上げている扉を開けてください。お降りの際には車内にお忘れ物や落とし物をなさいませんようにご注意ください。降りられる際には頭の上や足元にお気をつけください。終点の伊川に到着です。折り返しの仙台行き列車の発車時刻は12時34分となっております。終点伊川です。車内にお手荷物などお忘れ物なさいませんようご注意ください。ご乗車